前回いよいよつくば市にある KEK 高エネルギー加速器研究機構に到着した僕たち ILC 科学少年団。まずはコミュニケーションプラザで宇宙と科学の入り口に立った。ねえ、見て、ここにメダルがあるよ。え、何のメダル？これはノーベル物理学賞のメダルだよ。ノーベル物理学賞は物理学といって宇宙の成り立ちとか自然の仕組みとかそういうことに貢献した人たちに与えられる賞なんだ。でもどうしてここにノーベル賞のメダルがあるんですか？ここに写真がある小林博士と増川博士が2008年にノーベル物理学賞を受賞したんだ。小林博士は KEK の博士なんだ。メダルは本人に本物一つとその型から作った複製が3つ与えられて、小林博士がその一つを KEK にくれたんだ。すごい。すごいな。博士たちはどんな研究をしてきたんですか？ちょっと難しい言葉なんだけれど、 CP 対称性の破れというのがあると素粒子であるクォークというのが6種類あるはずだって考えを思いついたんだ。 KEK の加速器で実験をしてそれが正しいってことを証明したんだ。 CP 対称性の破れ？みんなが調べている素粒子には姿形がそっくりなのに持っている電気の性質が反対の反粒子というものが存在している。ところが今の宇宙自然界にはこの反粒子というものがほとんどない。宇宙が誕生した時には粒子と反粒子は同じ数だけあったと考えられているのになぜか消滅してしまったんだ。 KEK の実験によって粒子と反粒子では反応に違いが起きるということが判明した。これは反粒子と粒子の数のバランスが崩れているという謎を解くヒントになりそうなんだ。また世界中の加速器で6個のクォークも次々と発見されたんだ。コミュニケーションプラザでさらに理解は深まったかな？はい。ではいよいよ本物の実験装置を見に行きましょう。やった。でも私が案内するのはここまで。さぬき先生のいる研究施設にはマイクロバスで行っていただきます。さぬき先生と出会う前に KEK の加速器ケックビーと並行している一周道路を走ってくれました。やあみんな、よく来たね。おじさん、この二人が僕の友達だよ。はじめまして。はじめまして。3人で ILC 科学少年団を結成したんだって？うん、まだまだわからないことだらけだけど。そうか、でも今から行く場所にあるものを見れば ILC のイメージがきっと湧くと思うよ。わあ、楽しみ。3人に ILC の大きさを体験してもらったときに測定器の大きさを体験してもらったでしょ。その測定器がこの地下にあるんだ。第5話でも紹介したように素粒子同士が光の速度に近い速さで衝突することでたくさんの新しい素粒子が生まれます。測定器はその生まれた素粒子の性質を詳しく記録する大きなデジタルカメラのようなものです。おじさん、早く加速器見に行こうよ。これから見に行くのはベル2という名前の測定器なんだ。加速器実験というけれども加速器だけでは実験ができない。加速器と測定器が必要なんだ。ではエレベーターに乗って測定器を見に行こう。すごい。見て。あ、すごい高い。いろんなものある。本当だ。線とかめっちゃあるね。すごい。でかっ。すごくない？あれとかめっちゃ線あるね。人いるよ。なんか入れるよ、あそこ。入れるし、人が立ってるじゃん、あそこ。あ、見て、あそこにいろいろな国の国旗が飾ってあるよ。あ、あれはね、KEK の加速器を使って実験をしている研究者の母国の国の旗なんだ。たくさんの国から研究者の人々が集まってきているんですね。うん、加速器を使った研究っていうのは宇宙誕生の謎っていうような世界中の人が疑問に思っている研究をしてるでしょ。だからもう国際協力で進めるのが当然のことなんだ。
IRC の場合はもっと多くの国が参加していて、今だったら48カ国が一緒に研究してるんだよ。え、何語で話すんですか？共通語は英語だね。でもね、どの国の人もこんにちはとか、ありがとうございましたとか、いただきますとか、そういった言葉はね、みんな知ってるよ。へぇ、それにしても大きな装置だな。実際に見るとすごい迫力ですね。すごい迫力でしょ。 IRC 用の測定器はもっと大きくて、高さも長さも幅も2倍ぐらいあるんだ。素粒子って目に見えないものを測定するのにこんなに大きな機械が必要なんですね。なんだか不思議。測定器はよく玉ねぎみたいだっていうふうに例えられるんだ。いろんな種類の測定器が検出器が内側から層をなして積み重なるようになってるんだ。この絵でいうと、ここはちょうど電子と陽電子が衝突するところ。さらに外側には、粒子のエネルギーを測る装置、それからそのさらに外側にはここにある測定器を全部突き抜けてきた粒子を測定する装置、そういうふうにいろんな装置が層をなして作られている、積み重なっているっていうのが加速器の測定器なんだ。今 KEC-B や海外にも LHC などがあるけれど、なぜ ILC が必要なの？いい質問だね。それについてはおじさんも一緒に研究をしている村山先生がこんなふうに説明をしているよ。人によってはもう LHC があるんだからいいじゃないかということもあるかもしれないですけれども、この LHC 自身はこんな巨大な装置で、スイスのジュネーブの空港に匹敵するように大きなトンネルが地下に掘られているわけで、そこにこうハイテクの機械がダーッとこう並んでいるわけですけれども、これ確かに素晴らしい発見を実際にしてきた、ものすごいわけですが、でも実際にその陽子という小さな粒を加速していって、でビッグバンを再現するような衝突をしてみると、どんなふうになっているかというと、実はこんなふうになっているわけですね。いっぺんにたくさんのものができて、ある意味でごちゃごちゃで、こういうのをもう何千兆回と繰り返す中で欲しいものを10個ぐらい振り出すということをやるわけですから、本当に知りたいことを知ろうと思った時にはなかなか難しい。じゃあなんでこんなことになっているかというと、 LHC でぶつけているのは実は素粒子ではなくて、この陽子という中にクォークというものが詰まったものをぶつけているからですね。でこれは日本人しか話が通じないんですけども、私の例えではこれ LHC でやっている実験というのは豆大福と豆大福をぶつけてるもんだと。で本当にこの陽子というのは中にクォークという粒が詰まっているので、それが小豆です。でその粒がこうやってくっついてるっていうのは、それをつなげたらあんこがあるからですね。でこれをぶつけるとあんこがビシャーッと飛び散る、それがさっきのスライドだったわけです。でも本当に知りたいのは、この衝突で小豆同士がコツンとぶつかるところから何か新しいものを生み出して、それがどういう性質を持っているのか調べたいというわけで、だったら小豆同士をぶつければじゃないか。でもそれは難しいわけです。大福は大きいですから投げやすい、しかも大きいからぶつけやすい。小豆同士をぶつけようと思うと、まずちっちゃいものを投げるっていうのも難しいですし、それをきちんと当てるっていうのも難しい。でそういう技術が本当にできるのかというのが、まあ長いこと本当は実は分かってなかったわけです。でもこの小豆をぶつける実験で、電子と陽電子という中に物が詰まってない本当に点のような素粒子をぶつける実験っていうのが、技術的にもしできるんであれば、そしたらこのあんこの海の中では見えないようなものというのが実際に見えてくるようになるんだというわけです。で、ここでリン・エヴァンズが強調してましたけども、この技術っていうのは確かにできるようになってきたんだと。で、こんなようなアニメーションが作れるわけですけども、この技術を使うと、その電子という本当に小さな粒々を光の速さに近いところまで加速してやって、でビッグバンに迫るようなエネルギーでガシャンとぶつける。そうするとあんこがないので、出てくるものはこういうふうにきれいに見えるんです。非常に簡単なシンプルな反応なので、何が起きたのかよく分かるんだというわけです。測定器をもっと身近に感じられるおもちゃがあるから、3人で一緒にやってみようか。ただし、もしかして続きは次回ですか？さすが、7話ともなるとパターンをつかめてきたね。やっぱり ILC 科学少年団ではご意見ご感想をお待ちしています。ご応募いただいた方の中から抽選で毎月20名の方にプレゼントを差し上げております。ぜひご応募ください。Bonjour, je m'appelle Fabien Plassard, je suis doctorant au CERN et à l'Université Paris Sud. Chicago, Miami. 次回、 ILC 装置の最先端に迫る宇宙の謎、つかめそうな気がしてきたぞ。